2005年4月24日ギファ有明ガミ戦でデビュー。あれから8年3ヶ月と10日、ついに最後の希望峰、マット界の希望峰のてっぺんを目指し続けた栗原恵美、最後のリングインとなります。さあまずはこのガウン姿、栗原さん、この最初で最後のガウン姿いかがですか？自分でこの感触は。いや、なんかあの、はい、ガウンは本当にずっと着たことがなかったので、本当にこれが最初で最後のガウンで、ちょっと着慣れない感もあるんですけど、でもあのなんかこう、最後にして新しい気持ちで、はい、はい、入場しました。はい、さあこの最後の引退試合ですが、新谷選手とカナ選手も交えてお届けします。庄司様、栗原節子様、だから金さんはもうこの今のこの、まあ、かなりファッションにうるさいですけど、でそんなのされあのこのガウンはいかがですか、ご覧になって。素敵やと思いますけど、うん、そのまだなんか着慣れてない感じ、うん、なんかそれがまた、ね、さんみたいな、はいはい、よかったんじゃないですか。前足の反対みたいな、あ違う違う、あそういう感じじゃない、前に後ろじゃないの、前にあえてやってんのそれあの前後ろ反対しぶちゃんでしょ、どうぞ、はい、はい、さあ、まずは花束の贈呈のセレモニーです。親戚の方々、そうですね、親戚の方々はいも知ってますそうだねはい、まあ本当に超重ね、そうですよね、うん、さあ超重のお客さんが詰めかけておりますが、千秋さん、うん、本当だ、うん、知ってるな、知ってる、大体大体そうですもんね、一緒ですもんね、二人は僕らの親戚大体は親戚みたいなもんですよね、渋谷さんもねさあここで栗原がパートナーを待ちます。さあここで出てまいりました秋野、そしてリーダーミカ、秋野栗ご飯がこの最後の結成ということになりました。さあロープを上げて待ち構える栗原恵美、まずはリーダーミカがリングイン、続いて師匠秋野が今リングインいたしました。さあこの3人で栗原の引退試合ということになります。栗原さん、やっぱり最後はこの3人で組みたかったという希望があったんですか？はい、もう最後は自分の師匠と自分についてくれて、来てくれた以下と、はいはい、組みたかったですね。はい、というわけでこの秋の栗ご飯ということになりました。さあ一方の対戦相手ですが、この対戦相手はアジャガビン中川組ということなんですけれども、はい、これはなぜこの3人ということにしたんですか？秋の栗ご飯で、あの組みたいと考えた時に、あの対戦する選手、はい、もうアジャさん、ガビンさん、中川とか、即決です、即決でも迷うことなく、はい、さあその対戦相手中川友香、一時は栗ハンターという異名を持っておりました。そうなんや。そうなんだ。栗ハンター。そうなんだ。そう、栗ハンター。まあ、メキシコでもやり合ってましたからね。そうですよね。アメリカスタジアム、メキシコでも対戦経験がありました。そして、もちろん、やはり最後の相手を務めるのはこの人、アジャコング。はい、なんかいや、でも、もう、引退試合が終わってるから、この解説をしてるわけで、不思議な感じもしますけど。はい、そして弟子飯田美香、あ、なんかこのポーズも新しいポーズですか。160cm、63kg、秋、続きまして師匠の秋野、秋野さん涙ぐんでる。そうですね、ちょっと小話しか涙ぐんでおります。 60kg、 クリア、あい、さあこれが最後のコールということになりました。栗原恵美、紙テープが巻きついてあんま回れなかったまあでもこの日は本当に超前のお客さんが詰めかけましたけれども、もうこの客席を見た時、木原さんどういう気持ちになりました？うーん、なんかやっぱ、うん、やっぱりこんだけのお客さんに見に来てもらえたっていうのがすごく嬉しいっていうのと、あとはなんかやっぱり引退することが夢のような不思議な、うん、なんか嘘みたいな。この時はまだあまり実感がないという感じですかね。この時もずっと最後まで実感なくて、ええ、若干今もないんですけど。まだないんですね。はい。はい、さあまずはガミが握手を交わしました。先発は中川と栗原。さあこれがこの2人ラストコンタクトということになります。なんか吹っ切れてるもんね、顔が。本当ですか、うん、いやなんかでも自分も
タイロードが始まって結構新人の時から泣き虫だったんで、なんかビビ泣く自分も想像してたんですけど、なんかこう終わってみたら笑顔が多かったなっていうのは。そう、そうですよね。ちょっとこのあまり感極まるというようなそんな雰囲気でもないですよね。そうですね、まあ、やっぱり特別な思いっていうのはすごいあったんですけど、なんかどれも楽しかったですね。5人掛けの時超楽しそうやったもんね。あんなにそうかなそうかな、ね、今さっき見たよね。見た見た。あ、でも実際見てたらめっちゃ楽しそう楽しそうやなって言った気がするそうや言われた聞こえてないかもしれない。さあ、おっと、待って、おい！さあ、これで仕留めるか、もう終わってしまう。なんかデジャブのような、うん、ちょっとこの前の後楽園の時のそうでしたね。思い出します。7月のこのウェーブの後楽園大会、秒殺で終わってしまったこのカードでありましたが、おっとガミも反撃。あさあ、ガミを見せる出ました、大ブーイング。大ブーイングですね、うん満足だった今。満足だった。そうですよね。意外とそうだ。目で表情が分かりにくい。目でですね。はい、さあ出てまいりました。アジャコング。さあ、クリアラ対アジャコングの対決になりました。皆さん、このコスチュームは、はい、まあ、引退試合用というか。そうですね。うん、これどういうイメージで、この最後、青っていうことにしたんですか。まあ、青とか水色なんですけど、やっぱデビュー戦の時から水色で、自分のカラーがまあやっぱ水色だったんで、まあ、赤も着てきたのでやっぱ1本目は赤にして、最後は水色一色でいこうと思って、はい、水色がしたいです。はい、さあ、その力比べですが、リングの中央、さあ、アジャに対して力比べ、一歩も引かないぞ。しかしやはりアジャコングはパワーでは強い、手強いぞ。さあ、そのままピョッツのままブリッジの体勢、さあ、どっしー、ものすごい体重だ、ブリッジで来られる栗原。あ、まず足を払っていきます。さあ、ここで指定の連携、栗原そして秋野、さあ、二人がかりでドロップ、きれい。さらには飛んじゃったギロチンとリーの攻撃、もう一回いくのか。さあ、ダブルでブレンバスター体勢、しかしアジアがこらえる。さあ、ここで持ち上げることができるか。しかしアジアはこのまま、あっとダブルのスター返し、やはり底知れぬ破壊力。おそれでもなんだ。さあ、何を打ちる。さあ、いい球入ってくるのか。さあ、秋の栗ご飯完成です。ちょっと待って、ちょっと待って、今日お前じゃない、お前じゃない。おー、まあそうです。そうや、そうです、ね、そうです、私も思った。そうですよね、まあ、そう不自然ですよね。さあ、今度栗原がセンターを取ります。今のドスッといったドスッとなりました。あら、なぜかこれで華やか。トイさん可愛いですね、今。これは無勝負。チラッと。さあ、今度はなんとアジャに対して3人で。3人で行きますね。まずはホイップ。秋の栗ご飯食べる。ああ、しかし、簡単にやられてしまった。なんかこんな楽しい引退試合、何年かって。そうですよね。まあね、引退といえば、これでから行くぞ、みんな。出た出た出た、始まった。そしてガミ、本当にこれきつかったんですよ、そうだな、まだまだいきます。おっと、さあ、つっか、さらには兄貴、まだまだいきます。さあ、オキスの辻尾選手はまずは決めていきます。頑張れ、優しい、優しい、優しいな。おっとっとっと、破壊壺の中にもいった。さあ、まだ続きます。私がいると思ったら、さらには春日、まだ続きます。本当に何人いるのっていう。そうやな、もっと本当はおったんやで、そう多い。まだまだ
から続くぞ。あ、もっと増えてきた増えてきた。うわー、強そうだね。まだ続きます。おっと、浜田が打った。うわー、ペタペラペラペラになっちゃうもん。浜田さん、浜田さん、高橋だめだ。さらにはなくて、ラッキー。さあ、白井梨央も行くぞ。さあ、風花ですね、これは。いこう。ああ、すごい、キャラがバキって分かった。風ちゃん、ほんとバキって言って、私もう途中折れたと思って。いや、私も思ったよ。あれ、折れたら、私、それ残念なと思いながら、この時、今。あ、最後、最後、俺も俺も。俺も。そりゃそうだ、もう、もうほんとね。いや、でも、この場外の時に、もう、泣いてたもん。一回行くぞ。もう今、落ちてる時ですね。じゃあ、ほんとに、ここが痛い。じゃあ、マジで痛くて。ひでえ。ひどいな。やってもうたなと思った。さあ、その間に、今度は飯田と中川になりましたが、おっと、これは中川に当たった。あ、いや、トミーで行くんですか。トミーさんに当たった。災難ですね。さあ、さらに、アキラが入ってまいりました。私が試合中に一発行くぞってドロップキック行くのは、これ秋葉さんの真似してるんですね。そうやんな、めっちゃ似てるなと思った。実は真似してました。え、真似をしようと思ってしてたのか、自然となったのか。真似しようとしてですね。あ、そうなの。あ、マジか。ほーっと、さらには画面が白い。顎が伸びちゃう。お前も行く。あ、飯田も行くのか。お、さあ、秋野の次は飯田。何しに何しに。おお、おっと、チョップとキック。チョップじゃない、ダメ、飯田。さあ、またしもチョップ、そしてキック。しかし、中川もここで反撃するぞ。おお、さあ、これ顔面2だ。キレがありましたね。キレあるなぁ。アキラー、ドーン。さあ、持ち上げる。アキラ、さあ、ここは一発かりません。そっか、おっと、中川が側転してのキック。中川は何で側転がうまい。側転系。そうですね、ええ。体操が、あの、ね、体操のお兄さんみたいなズボン履いてる。そういう人だったんだ。友達お兄さんみたいな、ね、練習の時。さあ、また私もダメが入ってまいりました。起きるけども。お待たせしました。出た。ザ・女子プロ。さあ、おっと、ホール。お決まり。最近よくやってる。そうですね。結構今、ガミさんお気に入りですよね、これはね。お気に入り。そう、もう必ず1試合に1回やりますからね。さらに部屋投げ。なんで、やかましい。またしてもグリングだ。満足だ。満足しとる、満足しとる。まあ、うなずいてますよね、これね。震えてる、震えてる。あ、アジさんもやるの。お、やるんですか、もしかして。あ、違う違う。さすがにフットはちょっと。しかし、すかさず秋野も反撃します。さあ、ここで腕しりの体勢ですが、ちょっとロックサイド。ちょっと怖いな。なんでこの野郎、この野郎って。あんじゃん、おぉ、乗れ。さあ、ここで今度はさあ、クリアだ。おぉ、これすごい。大丈夫か、さあ、こっちは。一番だ、ダメだよ。さあ、腕のドロップキック、さらにはさあ、またしても連携攻撃。やっと秋の栗ご飯トレイン。あ、これが秋の栗ご飯トレイン。そう、見たらいいな。秋野も行った。おっと、今度は完成しました。そう、このいつも栗ご飯で、この技はやってて連携。
いいだロケット発射。おっと、いいだロケット。距離感がちょっとあれ、次の話。そうですね。さあ、今度は。秋のロケット。お、秋のロケット。秋のロケット。秋のロケット発射。おっと、見事に決まった。お、さらにはもう一回。え、どっち向きどっち向き。じゃあ、初めてやったの。よかった、じゃあ、初めてやったから、どっちか分かんなかったの。アイビロケット発射しました。もう一回。自分の方がダメージアップ。さあ今度はアゲタイクリハラ。おっと、さあ屈折のラリアット。まずはいいのがデコーキック。そしてクリハラもいった。これだ、大きく決まった。思い切りがこれが一番のポイントです遠慮したらもうできないですねさらにはトップロープアートミサイルキック、あ、じゃあ倒れない。実はもう初っ端から足が独学で私でこの時点で上がるの大変やねんな。なんだろうね、本当に最後の力を振り絞ってわかる、まあこれ新人時代ね、アジアと対戦した時に18連発というのがありましたけれども、ああ、うまいじゃん、そうなんやったの、18連発して最後、一発の失脚で負けました。そうでした。さあ2005年7月16日アジアのマウン工業、その時以来の18連発なるのか。試合出たな、もうな8人強いよ。さあまたしてもミサリキック、まだ倒れない。さあまたしても倒れるまであるか。コーナーを変えてミサリキック、まだいっか、聞いてる聞いてる、倒せ、アジアも倒れない、倒すまで。さあまたしてもあの18連発が4台あるのか。ミサリキック、うん、アジアが倒れそう。アジアさんもすごいですよね、もう倒れたら終わるのにそれで倒れへん。そうですね、なんちゅうことよ、なんちゅうことよ。さあもう一回いくか、アジアが来られるか。おお、倒れました、ついにアジアコング大の字。あ、まだ行く、それでも行く、倒れてもまだ行く。急いでいく、もう一回待って、おかわりした、おかわりちょっとここ涙するとこやめて、やめてくれる。さあトップロープ、まさにこれがおかわりの一打になるのか。ミサリキック、ここでアジャを仕留めるか。これで仕返しました、ほとんどの力を使い果たしました。そうですね、さあアジャコングのダメージはいかに、追ってここから裏投げを打った。さあこれがラスト裏投げとなるのか。しかしアジャもこらえる、さあ正面からのバックブローからだ。どうなったのか分かんないよね。今しみちゃんすごい驚き方でしたね。すごいですね、そう最後に一発すごいのもらったね。最後の一発はものすごい大きな武器に破壊力、ゆずっぱりだね。そうですね、最後だからね。そうや、はいよ、キラキラキラ。さあ今度は中川、中川あたり栗原になった。しかしこれも来られるか。あっと大事、へへ、入ってきた。さあ、雨が落ちるか。さあ、その間に栗原とアキムの連携、いいダボ来た。これはすごい。こういうの多いよね。三人にやられるみたいなとか。そうですね。さあ、またしても連携が続く。せーの、すごい。完璧に決まった。きれい。さあ中川ダウン状態、さあここで裏投げられるか、ね、さあこれで落ちるか、さあ引退で後ろこそ、おっと髪が入ってきた。何を言ったら不倫ですね、この人は。
もう一回行くか。行け行け。中川に対して占いをレバーっと味わいっか。さあ中川も必死あがね反撃する。さあこの画面のセンターにはカナさんもセコンドで試合を眺めてますけど、この時中川さんもカナさんも結構涙目だったそうですね。いや私ね結構来てたんですよ、この時、もう、栗原の試合見られへんねんなと思って。本当に、うん、本当ですか。すごい泣いとったのね。嘘、そう、うん、いやあんま見えへんようにと思って。でも周りの人には分かってたんですね。ねえ、君たちはちなみにこの時泣いてたんですか。そんな泣いてなんか、そんなっていつも泣いてんだったじゃが。あなたは100%なんか、うん、意外にも、うん、いやでもねなんか明るい感じの工芸やったし、試合やったから、うん、しんみりというよりも明るくっていう感じだったな、うんうんうん。まあそれはもう栗原さん自身がバッサーに望んだことですよね、うん、そうですね、うん。さあここで立ち、あっと、あっすごいな。いつでもどこでも見つけた。マジで痛くて、なんか試合終わった後に寝るときになんかすごい痛いなと思って、なんだろうと思った。このメガホンでタンクブできた。そう。メガホン最近。で一試合に1個壊すペースですよ。ものすごいペースですね今。すごいじゃん。もう壊れてる。さあメガホン壊した。おっと。なかったから手でエアメガホンで。さあ今度は栗ご飯連携、しかしガリはこれはあっと、さあ痛い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 。おお、それだ、それで返していった。さあ飯田も抑えに行く。さあここで3選手が場外。まず秋の三角跳びのクランチャー、そしてこれが栗原の最後のクランチャーとなるのか。クランチャー、あ、いいなんか当たったんでしょ。どっかしらは当たるわ。まあね、うん、そしてイダは2ジャンニング。さあまだ攻撃の手を緩めません。今度は秋野2ジャンキック。さあガミに対して栗原も行くか。いけー、栗原も行く。さあガミどうだ。おっとおっと、ミメフリを掴んだ。スーあー決める決める決めるぞ。さあ今度こそ決めるか。決める中川さん、なんでおっとここで後ろから前から、あさらにはガミアット、波と栗原の勝負になるのか。オッケー、フィニッシュ。おっと、ガミの敗戦。結果、あり投げた。投げた。綺麗綺麗だな。確かに綺麗だ。本当に。うん。さあ、なんと裏目からのガミドーラ。おお、ガミドーラも珍しく綺麗に決まった。危ない、危なかった、強かった。頑張れ、もらったー。めっちゃ引っ張れたね。めっちゃ引っ張れた。もう破れたり、ブシッとしたね。破れたりもね、なんか急いで叩いた。ガミ、さあもう一回クリアルとガミ。アジャがここに入ってくる。さあアジャが待ってたけよ、待ちたけよ。これはもしかして絶対押した。あーうんうんって栗原も。そしてヘッドバット、栗ご飯のヘッドバット。
そしてオラナこれが本当のオラナガそのホール対戦会抱きしめた何やったんやそうだったさあこれはさあみんな怒りましたねさあなんだあれおかしいよみんなでさあ出てくるあれはあかんあれあれあれ逃げてた逃げてたさがみやきさまきたあれはしみたさん捕まってるけどしらしちゃうよやられたあげくに出されたものすごい扱いですねなかったんださあ今度はナックボイキ何発割るもう本当壁を殴ってるようですねもう倒れるまでずっとぶち込んだ無呼吸でね無呼吸で殴ってるまだ行きますまだ終わらないまだ行く何発殴ったんだろうそしてラストの一発かもう一回行くしかし倒れないアジャコング待って。待って。さあこの一発でやめないのか。出てくんだねお前ら。あっとアジャが本当は勝利宣言。さあこの一発で黒星で終わるのか。クソ力やな。なんていうの、ああいう火事場のクソ力みたいな。火事場のクソ力だっけ。うんうん、さあここであっとまさにクソ力が出る。ラケン。今度こそ決められるのか開始だ。あじゃあこの表情。外してる。しかしここでグローブを外してしまった。ロープ外してる。今やばい。素手はやばい。素手はやばい。もしかして素手で決めるのか。さあ、栗原立ち上がれるか。おお、外した。さあ、グランダム。あと、初のアシスト。入ったんですね。しっかり見たいすあのままなんださあおはようございますもう全員でアジャ大使だサイダバット絶対ですさあもう最後の続きそしてラストロール投げ切った投げたアジャはしっかり抱きしめますいやー栗原さん最後はもう万感の思いを込めた裏投げでしたね、はい、投げ切りました、はい、さあこのおっとセコンドの大向美智子さんも涙ですいやでもこうやって振り返ると本当にこう悔いのない引退試合でしたねはいもう本当に立てなくなるまで全力で試合しました、さあそして最後はアジャコングに対して一礼を交わしますアジャもおっとアジャが手を挙げましたわあ幸せこれが最後の栗原あゆみの勝ち並びということになりましたおっとアジャがお仕置きをしましたそしてトミー・レフリーとも最後のこの手を挙げるというシーンが交わされましてそしてここからは引退セレモニーに突入いたしますさあこの引退セレモニー、まあ、栗原さんの本当に最後という、ね、場面でたくさんの方が詰めかけてくれましたねはいもう本当に感謝の一言ですはいさあ三宅裕美さんのお父さんまあなんかまだ渋ちゃんがほとんど知ってる人ばっかりが出てくるんじゃないですかそうなのピーテックだ、はい、ピーテックの矢田会長あ南はい南さんですね、うん
落語家の、そして佐野さん選手、まだまだ続きます。タッフルパラダイスの高津戸プロデューサー、おっとマットさん、アメリカからサプライズで来てくれたんですよ。知らなかったんですか。知らなくて、はい、サプライズって言いましたもん。はい、島からはマットさん、そして人事からチューしてもらって、はい、バチコさんとレイカさん、この2人もいろんな思い出がありますよね。まあ、カナエがね、最初に初代タッグを争った相手ですからね。そうなんですよ。そしてネオの王子の方々です。はい、元気さん、はい、先生があった。そうです ね、はい、松尾遥香さんも久々の大事ですね。私は変わらない。うん、綺麗。わ、しんちゃんかわいいな。かわいい、はい、さあ、師匠の大向井美智子さんも一緒にポーズ。そして深谷さん、さらには浜田理恵さん。さあ、先ほどすごい攻撃やった。ごめんねって言ってたよ。ごめんねって言ってた。はい、スターダム勢と一緒に最後はこのポーズ。はい、いい音も久々に。ああ、そうですよね。いい音も再開ですね。さあ、まだまだ続きます。さあ、アイスリボンの選手たちですね。そしてボンジョビーナス。お、出ました。しぶちゃん、ここはクラシックギャルズで渡したんですね。あ、逃げた。逃げた。はい、こちらはオズアカデミーの選手たちです。さらには、吉田さん。久々ですね、吉田まりこさん。そして、平井美穂選手。あ、カナさん、もう合格しますね。そうですよ。おやおや言ってたもんな。うるさい。あ、ひどいよ、ひどいよ。はい、松本ひろ選手、そして朱里選手。さあ、この日は欠場となってしまいました。そうですね、それが残念だったんですけど、そうでしたね、直してもらって。はい。さあ、木村京子は何だ、これは。アマンドラの仲間に入れてくれました。最後の最後にアマンドラ入り。そして宿敵長川智香。めちゃった。さらには下田美穂さん。下田さんも。お、カオルさん。はい。カオル選手がね、まあリングで共演したこともありましたね。はい。さあ、さらにはアジャコング。何言ってたの？すごい、本当に素敵なひまわりを。一個はつぼみにしといたよって。北斗さん、北斗さん出た、北斗晶。いや、本当にこれ葛藤したんですよ、心の中で。北斗に入ってた。これは北斗に入ってた。もう落ちちゃった。北斗に落ちた。そして風間るみさんです。さらには山形優、浜田彩子。そしてこちらはザブンのメンバーですね。そしてユキアヤ、水波を思います。肉厚な人たちが。そしてここからはウェブの選手たちも、大川さんが忙しすぎて全然試合見れなかったよ。あ、見てましたね。さあ、バミさんは何だ。さあ、何か言いそうですね。ここで本日の入場者数の発表したいと思います。あ、ここで飛び出した。さあ、入場者数はいくらだ。札が止まりました。札が止まった。おー、ありがとうございます。いきます。本日栗原に引退試合入場者数は1813人。大観衆が詰めかけました。そして最後はガミからの花束。まあ、ガミさんはデビュー戦の相手ですもんね。そうですね、デビュー戦と引退試合を相手してくださって、はい、感謝してます、うん。ガミさんも引退ですからね。そうですね、忘れちゃいけません。ガミさんも12月31日引退します。、はい、そして飯田美香、弟子の飯田が、おっと、もうこれは気持ちを飛び込んできます、ね、はい、精一杯気持ちを表しています。2年
藩弟子を務めました伊田美香。さあ、して何だ師匠秋田なんだ、何が出てくるんでしょうか。おっと白いベルト、あ、本当にかっこいい、エムズスタイルのベルトだ。お向かいさんと二人で作ってくださったみたいで、そして今日のこの日の日付入りです。栗原恵美、はい、君はエムズスタイルの永遠のチャンピオンです。ありがとう。ということでエムズスタイルのチャンピオンに認定されましたね、はい、チャンピオンです、はい。秋野、そして音階道子からの贈り物です。しんちゃんかわいい。さらにまだ続きます。こちらは庄司さんです。庄司さん、はい、あのボクシングの方です、はい、あ、そしてお父さんとお母さん、あ、お父さん、お母さん、さあ、クリアルというのは正明氏、そしてニコ、はい、京子さんですね。そうです、両親です、はい、なんでそう、あ、そうです、お父さん目垂れちゃった、垂れ切ってるわ、垂れ切ってるね。どうだ、誰が両親だ、ありがとう。引退試合を終えて今すごく幸せな気持ちでいます。引退を発表してから本当に素敵な引退ロードを走らせていただいて、最後の最後まで栗原恵美らしく全力で戦うことができました。入門してから10年間本当に栗原恵美はたくさんの方に支えられてここまでやってくることができました。心が折れそうな時いっぱいあったんですけど、諦めないでここまで続けてこれたのは先輩方、同期、後輩、友達、家族、そして本当に何よりファンの皆さんがいてくれたからです。こうやって引退の挨拶をしててもやっぱりまだ実感が湧かずにいるんですが、栗原恵美のプレレス、すいません、栗原恵美のプロレス人生、本当に全力で走り抜くことができました。栗原恵美に携わってくださった全ての皆様、本当にありがとうございました。最後にプロレスが大好きです、ありがとうございました。はい、という栗原さんの挨拶でした。まあ栗原さん本当にこう考えると思い残すことはないですね、はい、そうですね、後悔はないです。栗原さん、1984年7月13日東京都三鷹市出身。幼少の頃から女子プロレスに目覚め、中でも北斗晶へ憧れを持ち、当時から夢は女子プロレスラーになることだった。高校卒業と同時にその夢を叶えるべく、まずは各団体を観戦。その中で最もイメージに近かったメジャー女子プロレス A2Z に入門を果たす。その後秋野へ弟子入りを果たし M ズスタイルへ移籍。2005年4月24日リファ有明でのガミ戦でデビュー。ガミが最も苦手な丸め込みを決めてデビュー戦を勝利で飾る。2006年10月にはエムズスタイルが解散。フリーレスラーの道を選択する。フリー転向早々第4回ジュニアオールスター戦の渋谷終戦でベストバート賞を獲得するなど実績を残したものの、2007年7月
試合中の怪我により長期欠場に追い込まれる。しかし栗原の座右の銘である諦めない心持ち続け、2008年12月14日栗原由美復帰興行にて1年半ぶりに復帰。復帰後は田村よし子とのタッグでネオ認定タッグ王座を奪取。また千葉マリンスタジアムにて5周年興行を開催。さらにはゴールデンタイムの地上波番組にも数多く出演。プロレス界のみならず世間と女子プロレスの架け橋的な存在となっていく。また日本だけでなく海外にも活躍の場を求め、アメリカでは浜田彩子と姉妹認定女子タッグを獲得。2011年11月にはマルセラを破り第14代 CMLL 認定女子世界王者に輝き、日本人で5人目となる歴史的快挙を果たす。その後カナとのタッグで上松俊恵蘭悠々組を破り初代ウェーブ認定タッグ王者に輝き、キャッチザウェーブ2012を本人曰く4度目の正直で初優勝。そして秋元のタッグでオズ認定タッグ王者に輝くなど、休むことなく我々ファンに夢を見せてくれた。2013年3月28日古傷である鎖骨が限界に近づいたため引退を表明。栗原由美がこのリングに残してきた数々の名勝負、そして爽やかな笑顔を私たちはずっとずっと忘れないことでしょう。ありがとう栗原由美、そしてさようなら栗原あゆみ。それではテンカウントゴングに移ります。栗原選手の要望によりテンカウントゴング1カウントずつ10選手に行っていただきます。飯田美香選手、はい、というわけで栗原さんこれはもう、はい、10人を選んで、はい、自分が、はい、ガル選手、さあ栗原選手の選んだ選手たちによる10カウント1カウントずつ鳴らされます。身長164センチ、体重60キログラム。大量のテープが最後にこのリング上に投げかけられました、まあ、栗原さん、はい、まあ、本当に8年半のプロレス生活今こう振り返ってみていかがですか。幸せだな、うん、はい、まあ、DVD ご覧いただきましたけども、かなさんこの DVD ご覧いただいていかがでした。はい、まあ、こうやって、ね、選手からもお客さんからもこんなに愛される、ね、栗原あゆみっていう、本当に良かったですね。はい、渋谷さんはいかがですか。そうですね、本当にいろんな人に影響を与えたレスラーだったなと思います、はい、はい、じゃあ最後はこの木場選手。私の目がめっちゃ重かったやん、私だけなんてね、ゆらゆらしたもん。
はい、というわけで、まあ、DVD ご覧いただきましたが、最後に栗原さん、はいはい、この DVD ご覧の視聴者の皆さんに一言メッセージをお願いします。はい、本当にあの栗原愛美というレスラーは本当に皆さんのおかげでこうやってリングに立てていたので、こうやってリングを笑顔で降りれたのも皆さんのおかげだと思ってるので、本当に本当にありがとうございました。はい、栗原愛美さん8年半お疲れ様でした。はい、最後にプロレスが大好きです。すごい幸せな気持ちです。はい、本当に自分は周りの方に恵まれて、本当に栗原愛美っていうレスラーは本当にたくさんの方に支えられてリングに上がり続けることができたと思うので、感謝の気持ちしかないです。そうですね、この20代という10年間をプロレス人生に捧げれたっていうことが、自分の人生のこれ今後の人生でももうすごい宝物になります、なりました。自分なんですけども、プロレスは陰から本当に応援する立場にこれから なります。特にこうなんか表に出たりとかはもうないんですけども、次の自分の夢もありまして、やりたいことなどもありまして、あとは親にずっと心配かけてきたので、今後はもう心配かけずに親孝行いっぱいしていきたいなっていうのがあるんですけども、そうですね、プロレスと関わったお仕事はちょっと今後はする予定はないんですけども、自分がプロレスをやってる時にちょっと興味があって、少し携わっていたことがありまして、それがホモさんなんですけども、まだ資格とかを持ってるわけではないんですけども、次の夢はホモさんです。